川投手おめでとうございます、はい、ありがとうございます。この日本シリーズ初勝利、今のお気持ちいかがでしょうか。めちゃくちゃ嬉しいです、はい、石川投手にとっては2015年以来のこの日本シリーズでのマウンドでした。そしてこの第4戦を任されました。どんな思いで上がっていたんでしょうか。本当に、前回悔しい日本シリーズを経験して、今日もこういう第4戦という大事な試合を任されて、本当になんとか監督の気持ちに応えようという思いが強かったので、絶対大丈夫と思ってマウンド上がりました。その絶対大丈夫という思いで上がったマウンド、今日は6回77球3安打1失点自責点はゼロ、本当に素晴らしい好投を見せてくれました。振り返ってみていかがですか。本当に先頭バッターから全力でいつ潰れてもいい気持ちで、そしていい形で後ろの信頼のあるブルペン陣につなげようという思いで投げてたので、打線も本当に、先制点を取ってくれて、守備もすごくいい、守備をしてくれて、自分は本当に楽しんでという言い方はあれですけど、楽しみながらマウンド上がれることができました。石川投手は現役最多の勝利数を数えていますが、この日本シリーズは初勝利、この1勝というのはどんな思いでしょうか。そうですね、いろんな1勝というのは重いですけども、この日本シリーズに来るまでも長かったですし、ここでまた勝つことができたのが本当に自分自身に、よかったねって言ってあげたいというか、はい、はい、嬉しいです。そしてこの勝利で日本シリーズでは史上2番目の最年長記録、そしてセ・リーグとしては最年長記録の勝利投手となりました。その点はいかがでしょうか。先ほど監督もおっしゃいましたけど、年齢は関係ないと思っているので、マウンドに上がったらまだまだルーキーの気持ちで投げているので、これからも、はい、一生懸命腕振りたいと思います。その石川投手の好投もあり、チームは日本一へ王手となりました。チームを代表してスワローズファンに力強い一言をお願いします。今日もたくさんの皆さんのご声援どうもありがとうございます。一戦一戦戦った結果が3勝となりましたけども、明日もチームスワローズファンの皆さんと一丸となって一生懸命勝ちたいと思います。そしていい試合をできるように、この東京ドームで決めれるように頑張りたいと思いますので、また熱いご声援よろしくお願いします。